東京の下北沢でフリーエアをやってる阿部と申します。よろしくお願いします。当店は50年代から、近年ものにかけて、自分がいいと思ったものをアメリカからメインに仕入れて、販売しています。いろいろお店の名前を考えた時に、いろんなかっこいいお店の名前とかをいろいろ想像して考えたんですけど、結局自分がアメリカ行ったり、仕入れて、販売するにあたって、自分の名前で冠名につけるのが一番わかりやすいし、野菜とかじゃないですけど、生産者の名前が書いてあったり、販売しているお野菜とかスーパーに売ってるじゃないですか。あのような感覚で、僕のがしっかり仕入れて販売するっていうことを、メインに、その辺をプライドを持って、やるためには、自分の名前を出してやるのが一番かなと思って、阿部商店の略した阿部商なんですけど、その阿部商っていう名前で営業すること、冠名にすることにしました。大学4年の時に、特に就活とかをしていなくて、でもお洋服が好きで、とりあえずとあるセレクトショップで働いて、新品のお洋服を見ていて、それを辞めた後に、そういえば古着を知らないなと思って古着屋さんで働いたんですね。古着屋さんで働いたけど、でもやっぱりそのお店のテイストであったりとかで、古着屋さんだったので、古着しかなくて、でも前の前職のセレクトショップで働いた時に、もともと自分が新品ブランドというかデザイナーズものも好きだったので、なんかこう古着だけだと満足できなくて、やっぱり自分が満足して働くには、商材、毎日こう目にするものとかがブランドものもあって古着もあってっていうお店って、あまり当時20年前ぐらいになるんですけど、古着屋さんで普通のアメカジ古着、ヴィンテージと、今お店にもあるんですけど、ギャルソンであったりとか、そういったデザイナーズ古着をこうミックスしたお店がなかったので、じゃあ自分で始めようかっていうので、自分で始めたのが理由ですかね。この、下北沢っていう場所自体が、僕が生まれは神奈川なんですけど、高校は東京の高校に行ってて、その高校が私服の高校だったんですね。でそれで実家からその高校に行く家庭で、下北沢が乗り換え駅で、学校帰りとかに友達とかで下北沢で、古着を買ってて、本当に10代の頃からこう古着屋さん回ってたので、いろいろ高円寺とか原宿とか、いろいろこう古着のメッカってあると思うんですけど、自分がやるにあたっては土地勘のあって行き慣れた場所っていうので、下北沢っていう場所に決めました。商品を仕入れてる上で、数、下北沢ってやっぱり古着屋さんがたくさんあって、ジャンルも様々ある中で、僕が気をつけてるポイントは、あんまりこう自分自身が YouTube であったりとか、Instagram であったりとかって、他のお店がどういうものを仕入れてて、どういうものを展開してるのってあまり見ないようにしてるんですね。なので本当に直感というか、古いものももちろん好きですけど、新しいものももう本当に直感でビビッときたものだけを、仕入れて提案はしています。K 君もトーマ君もともとお客様でいらっしゃってて、僕もまだこう最初の頃来店された時は、彼らはどういう仕事をやっていて、どういう方たちなのかって知らなかったんですけど、お会いしてお話ししていくうちに、カーサービスだったり美容師のヘアメイをやってる方っていうのを知って、やっぱりうちの商品、ベーシックなヴィンテージであったり古着を見ていて、なんかその辺にファンになっていただいたというか、気に入っていただいたみたいで、そこからもともと K 君とかにやってもらう前に、うちのスタッフ、バイトのスタッフが今ビームスのあのバイヤーチームに入っちゃったんですけど、でルックを撮ってもらってたんですけど、その流れで、K 君の方から、安倍さんところのそのルックって専属の方がやってるんですかって話になって、いやそんなことないよ、その時その時でいいなって思った人だったり、そういった方にやってもらおうかなっていうのが理想で、お願いしていて、その流れで K 君がこうやりたいって言ってもらえて、その流れでやってもらうようになりました。
場所は下北沢では結構古い一番街商店街っていうのはこのお店出たところもずっとあって、でそこのこの安倍商自体は一番商店街の結構端の方なんですけど、さらにこう路地入ったところって言って、まあ、結構静かな場所にあります。入り口ですね、この一応ヴィンテージのドアを仕入れて、それを入り口に、まあ、ドアにしてるんですけど、やっぱりこのドアがあるっていうのを結構僕の中で一つのチェックポイントと思ってつけていて、やっぱりこの外と中の世界って違うと思うんですよ。だからこのドア、まあ、開けるときに結構ガチャって音が鳴るんですけど、まあ、ガチャって音が鳴って中に入って閉めて音が鳴るって、まあ、外から中に入る、まあ、別世界ってわけじゃないですけど、中に入るってことを意識してこう来ていただくお客様たちのマインドがこうちゃんとお店の中に入るっていう頭が切り替わって中の商品を楽しんでもらえることを、まあ、イメージして結構しっかりとしたドアをつけています。それでは中の方も紹介します。こちらが店内になります。見ていただくように、まあ、ガールズにはガーってあって、まあ、結構古着は少なめなんですけどこんな感じにあって、まあ、あとはこっちですね、こっちの壁面のヴィンテージの絵も結構特徴的な感じでわーっと並んでいます。店内入ってこの右のラックは僕の中ではこうベーシックなもの、まあ、古着の中でまあ手に取りやすくてベーシックなものを置いていて、まあ、中でもまあ定番では定番なんですけど、こういった感じのやっぱりラルフローレンのスイングトップ、まあ、ちょっとサイズ感も大きめで、まあ、これに至ってはこう僕も今日着てるんですけどボディと刺繍が同色なので、まあ、このポニーマークがあまり目立たないから、まあ、ラルフの中でもやっぱり着やすいかなと思って仕入れて展開してみました。で、まあ、僕、まあ、坊主なんですけど、もうもはや坊主になって長いことになって帽子自体がカツラみたいな感覚で被ってるんですね。なので帽子には結構思い入れがあって、また今売られてる現代の帽子ってすごく形が良くてプリントもかっこいいし、まあ、それはそれでいいんですけど、こうアメリカのヴィンテージ、まあ、古いキャップってこう見ていただくようにこうここが立ってたりとか形ってすごい悪いんですよ。でもその形が悪いのがすごい僕の中で愛らしく思ってて、一見かぶりにくいんですけど、まあ、かぶってるとちょっとポコッとしてたりとかしていて、絶妙なダサさがすごい気に入っています。まあ、もちろんこういった感じのメジャーなやつとかも置いてあるんですけど、それじゃない本当何なんだろうみたいな、この辺もやっぱりアメリカの古着らしいキャップなのかなと思って仕入れておいています。あとはこの壁面ですね、まあ一見何かのアートの絵なのかなっていう感じなんですけど、実はこれ全部ペーパーナプキン、まあゴッホであったり、この辺はプレイボーイの50年代ぐらいのプリントなんですけど、まあ、この辺の、まあ、ペーパーナプキンって、まあ、極端に言ったら本当に口を拭いて捨てられちゃうっていうものなんですけど、まあ、口を拭いて捨てられたりとか、まあまあ、廃棄されて、まあ、なくなってしまうものなんですけど、まあ、デッドストックで、まあ、仕入れて、まあ、それを額に入れて販売していて、まあ、日本にあんまりこういったものってあんまりないと思いますし、アメリカらしいものなのかなと思って仕入れてこうやって提案させてもらってます。まあ、この辺のものもやっぱり年代がバラバラで、こういったものがフィールドとかであれば近年ものだったりするんですけど、この辺のゴッホの絵とかも60年代ぐらいの、まあ、ペーパーナプキンで、まあ、プレイボーイのもの、まあ、あとはこの辺の動物のものですよね。こう年代が浅くなっていくとプリント自体がすごい可愛くなっていくんですよ。動物のそのヴィンテージのプリントとか絵ってやっぱちょっとリアルなんですよね。リアルな感じの、まあ、ちょっとこう絵が可愛いです。次はこちらのラックになります。この辺のラックは僕の中ではこうチャレンジ枠というか、面白い古着を極力並べるようにしていて、こういったミリタリーのなんかこう誰かが描いたようなハンドペイントのものだったりとか、まあ、ヴィンテージものでよくこうダメージものとかはあるんですけど、その辺もいいんですけど、こういった新しい近年もののカーハートとかでも本当にリアルに誰か、多分カーハートジップも交換されていて、まあ、誰かがこうちゃんと交換して、まあ、ボロボロになるまで来たみたいな感じのこう愛着が湧くというか、
こういった新しいものとかでもこういったダメージのもの、なんかこうアメリカを感じさせるようなものとかは仕入れて、今この辺がまあダメージものも面白いかなっていう感じのものがここに並んでます。で次はこっちですね、まあ、ここのラックはどちらかというと今僕がこう新鮮な気持ちで仕入れているもの、提案したいものを結構ここのラックに並べてます。まあ、中でもやっぱり去年の、まあ、個人的な影響を受けているのがアディダスバレンシアガのコレクションのランウェイとかを見て、なんかこの辺のスポーツブランドのもの、今まで僕スポーツブランドのものってこのやっぱロゴのパワーがやっぱり強くて自分で着ることもなかったですし、本当に自分の日常着の中には入ってなかったんですけど、でもそのコレクションを見てこうファッションスポーツブランドのものも自分の中に取り入れようと思って仕入れて、いろんな商品を見ていく中で、まあ、やっぱりこういった感じのスウェットとナイロンの切り返しとか、素材使い色使いってなんかこう90年代のものとかここを攻めていてすごく面白いなと思って集め始めていて、またシルエットですよね、横幅大きくて丈短い、まあ、本当にまあはっきり言っちゃうと、まあ、バレンシアがデムナがやってるようなシルエット感もやっぱり今にもハマるので、この白黒っていう色合いもまあモードな感じでかっこいいなって思っていて、まあやっぱりかっこいいですよね、今思ってもかっこいいし、で着心地もやっぱりスポーツブランドの服なのですごくいいから、気づいたらこんなに集まっちゃいました。で次はここですね。この子はどちらかというとまあモード枠というか、かっこいいお洋服をかけるようにしています。まあヴィンテージ古着屋さんらしく言うとこういった感じの60年代ぐらいでしょうかね、カシミヤ100のチェスターコート、ちゃんと、まあ、ユニオンもチケットもついていて、しっかり古いコートももちろんありながらも、まあ、僕の中のやっぱこういったギャルソンのコートもしっかりあったりします。まあやっぱり僕の中でここはやっぱりこうギャルソンのコートの質感も触りつつ、この古いコートのこのカシミヤのウールの質感も触りつつで、まあ、ヴィンテージと現代の服の素材感もシルエットもなんかこういうのを比較して見て試着したり体験できるような感じになってくれたらいいなと思って並べてます。特に今黒ですね、モードな感じを意識して黒で固めてあります。店内入ってカウンター横のまあショーケースになります。この辺にはまあメキシコシルバーと呼ばれている指輪であったりとか、スプーンでできたスプーンリング、70年代ぐらいのスプーンリングの並んでいたりとか、まあ、ティファニーのジュエリーとか、最近ですとこのカルティエのゴールドリングも入荷していたりとか、カレッジリング、ミリタリーの、まあ、ヴィンテージのこの辺のリングであったりとか、ブレスレットがここにマットバット並んでいて、まあ、特に量が多いのはこの辺のアメリカの学校であったり、学校、大学高校を卒業したクラスリングであったり、カレッジリングが年代ごとに並んでいて、まあ、この1ケースで100個あるんですけど、まあ、この辺であったりとか、その素材違い、金でちゃんと作られているようなクラスリング、カレッジリングもこの辺に多く並んでいます。まあ、古着屋さんでここまでカレッジリングが揃ってるお店もなかなかあまりないと思うので、見応えはある内容になっていると思います。この辺のメガネもアイウェアもそうなんですけど、なかなか古着屋さんでもここまでのものって揃わないと思います。こっちはアメリカから仕入れてそのまま店頭に出すということはせずに、やっぱ一度磨いて調整もかけて、まあ、熱も加えているので新品のメガネとは一緒とは言えないんですけど、まあ、日常使い、それこそメガネ屋さんに行ってレンズも交換したりとか、普通に使えるようなものだけを厳選して店頭に並べています。で年代も、まあ、アメリカンオプティカルの60年代ぐらいのこういったものであったりとか、 USS と言われてる、まあ、軍物ですね、軍に下ろしてたようなこういった結構スクエアのレンズの特徴的な面白いレンズもフレームも並んでて、この辺はデッドストックのものもあったりとか、一気にこんなに見れるのも都内ではあんまりないと思うので面白いアイテムかと思います。まあ、僕自身目が悪いのでこうアイウェアを集める上でこう気にしていいものを集めたりはしていますかね。で店内この中央に
位置しているケースにはシルバーのブレスレットとネックレスがこうずらっと並んでます。だいたい80年代以降の新しいものが並んでるんですけど、まあ、中にはこういった、まあ、DNA ブレスって言われてるこのちょっとメキシコシルバーのこう変わった重量感のあるシルバーのブレスレットとか、逆にメキシコものじゃなくてこういった感じのフィガロネックレスって言われてる、これイタリアシルバーなんですけど、イタリアもののこう混ざってたりしてバリエーションも様々あって、まあ、これもまた見応えがある内容になってるのでおすすめなものが並んでます。あとそういえばこういったものもうちでは作っていて、簡単に言うとリメイクものなんですけど、このノースフェイスのディープテックの生地を使って、まあ、この辺は作っていて、まあ、僕がリメイクものを作るにあたって大事にしているもの、まあ、大事にしている考えっていうのが、一旦こう物として終わったもの、例えばこのノースフェイスのスティープテックにしても、やっぱり古いものだと高機能のものだと内側が劣化したりとかして、まあ、白い粉、匂いが出たりして、まあ、正直もう着なくなってそのまま廃棄されてしまうものを、なんとかこう蘇らして、もう一回物自体が新しい人生を歩ませて、どうやったら歩ませることができるかなっていうのを常に意識してこう素材を選んでやっています。まあ、その一つがノースフェイスのこのスティープテックの生地、バッグと帽子。正直まあ裏地は新品のものを使ってはいたりするんですけど、まあこれはもう裏地以外は、裏地と糸ですね、縫製した糸以外はもうそのもののノースのその生地を使ってリメイクしています。まあ、やっぱりこのスティープテックに関しては物自体、生地自体、ジャケット自体がすごい面白いので、やっぱこのジップがいっぱいついてたりとか、まあ、こういうロゴをうまく使って作るようにしています。まあ、あとはこのバッグも去年の春ぐらいにノースフェイスさんからお話をいただいて、ノースフェイスのインスタグラムで動画が上がってるんですけど、その話の中で出たものなんですけど、これもともとこっちはジャケット、ウェアなんですけど、こっちはテントを使ってます。まあ、テントもやっぱり高機能なものなので、使っていくと劣化していったりとか、まあ雨漏りだったりとか、まあこれもやっぱり使わなくなって廃棄されちゃうものなんですね。そのテントも、まあこうやってバッグに作り変えることによって、またキャンプに行くときに、そのキャンプ道具を入れたりとか、まあ、使い終わったものもバッグに作り変えることによって、また一緒にキャンプにこいつも連れて行けることもになるので、まあ、なんかイメージ的に楽しいかなと思って作ってました。まあ、フリーが好きなんですけど、でも実際こう下北沢とか、まあ、高円寺とか歩いていても、古着着てる人ってやっぱ多いじゃないですか。実際まあ渋谷とか原宿とか新宿とか歩いていても、まだそんなに古着を着て歩いてる人って土地によっては全然いないと思いますし、田舎って言ったりしてです、東京以外の都市であっても古着がっつり着てる人ってあんまり見られないですし、まあ、古着と新品を合わせてるっていう人も正直やっぱりいないと思うんですね。最近まあ古着が流行っているから、まだこうどん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 これから認知度は上がっていくと思うんですけど、もっと皆さんに古着を手に取ってもらっていけるように発信はしていきたいなっていうのもあって、で自分自身がすごい理想なんですけど、大学3年生の時にデザイナーになろうと思って、大学終わった後夜間でデザイナーの専門に通ってたんですね。でもあまりにも絵が下手すぎて、デザイナーの道を正直その学校時代を半年で諦めたんですよ。流れもあって、その当時、まあ、デザイナーになりたかったので、デザイナーブランドのお洋服も好きで、まあ、その流れで自分の理想では自分のお店でリメイクものも作ってて、古着も好きなので、まあ、それを東京コレクションじゃないですけど、すごい理想はランウェイとかで古着をこう、まあ、K 君とかのルックもそうなんですけど、ヴィンテージと古着と、まあ、リメイクものを使って K 君とかにいつもルックを撮ってもらってるんですけど、まあ、そういった流れでランウェイで古着を歩かせて、古着はこうただの中古服で、まあ、骨董品でみたいな、それ以上のもっとファッション的な部分を発信できたらなって思ってます。